アンドレ・シャンソンは、フランスの作家、歴史学者、評論家。1935年に統一社会党、共産党、急新社会党を中心に、反ファシズム統一戦線として結成された、人民戦線の機関紙バンドル・ディオ、ジャーン・ゲイの、アンドレ・ビオリスと共に創刊。第二次大戦が勃発すると、ルーブル美術館館長のジャック・ジョジャールの計画に、従って、 ドイツ軍の攻撃が始まる前に国立美術館、博物館の所蔵品を地方の古城に移動、保管する作業を指揮した。アーキビスト、古文書学専門家としてベルサイユ博物館及びプティパレの学芸員、国立公文書館の館長、作家として国際ペンクラブの会長を歴任。プロテスタントに対する数世紀にわたる、 迫害の歴史で知られる故郷セベンヌ地方を舞台とする小説を多数表した。1956年アカデミー・フランセーズの会員に選出された。アンドレ・シャンソンは1900年6月6日、南仏ガール県ニームでアンドレ・ジュール・ルイ・シャンソンとしてジャン・シャンソンとマドレーヌ・アルドベールの間に生まれた。プロテスタントに対する数世紀にわたる迫害の歴史で知られる。 セベンヌ産地で農業を営んでいた家系であり、シャンソンはユグノーが、心境の自由のために起こしたカミザールの乱で知られる。カミザール、改修を拒んで38年間監禁されてもなお、抵抗し続けたマリー・デュランの末裔を自称していた。父方の祖父ジュール・シャンソンは3人の息子と共に、ニームで小規模な工場を経営していたが、火災で消失。シャンソンの父ジャンが、 同じガール県のアレスで家業を再建したが、経営難が続き、貧しい生活の中で同じく、ガール県のルビガンの母方の実家に預けられることが多かった。1906年に、アレスのリセジャンバティスト・デューマに入学したが、1910年に、家業の経営難のためにルビガンへの転居を余儀なくされ、同地の公立小学校を卒業した後に、リセジャンバティスト・デューマに再入学し、 ついで隣接するエロー県モンペリエのリセに転入。哲学を専攻した。こうした背景から、両親は、共和派、急進社会党員で、シャンソンもまた常に、庶民、社会的弱者の立場を支持し続けた。1918年、グランゼコールの一つである、フランス国立古文書学校受験のために、パリに出て準備級に学び、ロジェビトラック、ジャンプレ・ボーラゴの作家、 およびアルフレド・ドレフィウスの義容にあたる政治活動家ジャック・ケゼールに出会った。1920年に国立古文書学校に入学。前年、父ジャンがスペイン風邪で死去し、母マドレーヌと幼い弟マックスがパリに越したこともあって、生計を立てるのに苦労し、家庭教師などをしながら学業を続けた。在籍中にルイ・ギユー・アンリプティ・ジャングルニエ、 ジョルジュ・デュ・ボーラ作家志望の学生との交流が広がり、さらに新しい芸術を目指して、ピエール・ボスト、アルマン・サラクリュー、ジャン・デュ・ビュッフェ、ジョルジュ・ランブールと、ボルティストと称する運動を起こした。1922年に、同結学者、考古学者、フェリックス・マゾーリックの娘で、同じ古文書学校の学生であったリュシー・マゾーリックと、出会って結婚。同年生まれで、 同じ学問分野に関心を抱いていただけでなく、彼女の祖先もまたプロテスタントであった。シャンソンは、歴史学者、文献学者、非文学者でコレージュとフランスの教授カミーユ・ジュリアンに、支持し、シャンソンが育ったルビガンにあったフランスで最も古い、メロビング町の司教区アリジトムに関する研究をはじめ、1924年に、博士号を取得した。一方、 作家として執筆を始めたのもこの頃で、すでに1923年に随筆、態度を自費出版していたが、1925年には、信仰のために出生を拒否した男性の実話に基づく、最初の小説、赤毛の悪漢がグラッセ社のカイエベール総書として刊行された。シャンソンは、故郷のセベンヌ地方を舞台にした小説や随筆を六冊、発表しているが、 これらは、セベンヌ組曲と呼ばれる。シャンソンは、赤毛の圧巻によって、作家、芸術家に与えられる、ブルマンタル賞を受賞して分断にデビュー。さらにカイエベール奏者の編集者であったダニエル・アレビが、主催する知識人の集まり、土曜の会に参加し、ジュリアン・バンダ、フランソワ・モーリアック、ジャーン・ゲイのアンドレ・マルローと親交を深める機会を得た。一方、 友人のチャック・ケゼールが、急審社会党に入党し、党員で、後の首相、エドアール・ダラディエが、同じく急審社会党のエドアール・エリオ内閣の、公教育省を務めていたことから、ダラディエの推薦を受けて、エリオの補佐を務めていた。こうした関係からシャンソンは1926年に、ダラディエ公教育省の補佐に任命され、翌1927年から、国立図書館の司書として、 国民議会の司書補佐を兼任した。同じ頃に博士号を取得した妻リュシーは、ルーブル美術館で素描作品の管理にあたる職を得て、以後40年にわたって同美術館に勤務することになる。1926年から文芸雑誌、新フランス評論とユーロープ市に寄稿し始めた。ユーロップ市の最初の寄稿は、60歳を迎えたロマンドランの特集号で、 若者たちとロマンドランと題する、この号のために、シャンソン、ジャンプレボー、フィリップ・スー・ポー、ドミニク・ブラガの4人の若手作家が選出された。ユーロープ氏は、大戦への反省から、ナショナリズムをインターナショナリズムへと発展的に解消することを主張したロマンドラン基礎の、精神の独立宣言の理念に基づく平和主義の文芸雑誌であり、シャンソンは、ルネアルコスの公認として、 友人のジャン・ゲーノが編集長に就任した1929年から1930年代にかけて書評、映画評論、政治評論、随筆などを積極的に寄稿した。1927年と1928年に小説、旅人たちと偽人の犯罪をグラスセ社から発表し、1927年には同じグラスセ社のカイエベール総書として、マルロー、グルニエ、 プティトの協調、著作に、随筆、歴史にこうした男、及び、これを含む同盟の随筆集を発表。こうしたつながりから1928年に、大学教員、ジャーナリストのポール・デ・ジャルダンが、ポンティニー修道院で毎年夏の10日間にわたって、開催した、ポンティニー純実婚話会に参加した。マルローのほかプレボー、モーリアック、マルセル・アルラン、ポール・バレリー、 ロジェ・マルタン・デューガール、アンドレ・モーロは、ウラジミール・ジャンケレビッチ、レーモン・アロン、ジャンポール・サルトル、ロバート・オッペンハイマー、ハーバート・ジョージ・ウェルズなど国内外から多くの作家が参加した討論会であり、現在でもノルマンディ地方のスリジーラ・サル、国際文化センターで行われる国際シンポジウムに受け継がれている。同時代のこうした作家と交流を深める機会を得たシャンソンは、この頃、 ジット、バレリー、ジュール・ロマン、シュルレアリストらフランスの作家だけでなく、ヘミングウェイ、フィッツ・ジェラルドら、失われた世代の作家や、ジェームズ・ジョイスも、活動の拠点としていたアドリエン・ルモニエの書店、本の友の家と、斜め向かいのシルビア・ビーチの、シェイクスピア・カンパニー書店に出入りするようになり、さらに交流の輪を広げることになった。1930年に発表した、セヴェンヌ地方を舞台とする、 タビウスの物語は1948年にジャン・ジェレ監督によってタビウスとして映画化された。同年、シャンソンは新フランス評論の編集長、ジャン・ポーラーにノーベル文学賞を受賞したプロバンスの詩人フレデリック・ミストラルの生誕100年の特集を組むよう提案し、この特集号に歴史にこうした男を開講したミストラルについて断言するとプロバンス語の詩。 群れに連れ添う、者たちを発表、同年に死臭、群れに連れ添う、者たち、翌1931年に、随筆集、ミストラルについて断言するとして刊行された。シャンソンは1930年代に、政治への関心を深め、民族統一主義が起こった、ティロールへの旅の経験から随筆集、ティロール、伝統的な農村の生活が失われていく様を描いた。 遺産相続などを発表し、さらに、ドレフィス事件を契機に、ナショナリズムに抗議して、デジャルダンが結成した、真実のための同盟に参加した。1933年に、ベルサイユ博物館の学芸員補佐に任命された。1934年2月6日、ヒトラー内閣の成立に連動して、王党派、ナショナリズムのアクシオンフランセーズを中心とする派。 極右団体が民衆を扇動して暴動を起こしたとき、シャンソンはダラディエ内閣の外務省で補佐を務めていたため、スタビスキー事件からダラディエ内閣総辞職に至るまでの経緯をつぶさに目撃することになった。このため、この事件を受けて同年3月5日に反ファシズム知識人監視委員会が結成されると、これに参加し、さらにすでに1932年3月に、 国際革命作家同盟のフランス支部として結成された革命作家芸術家協会にも1935年に参加した。この背景にはソ連がヒトラー内閣の成立を受けてこれまでの対外政策を大きく転換し、1934年に国際連盟に加盟、1935年のコミンテルン第7回大会で、 反ファシズム統一戦線の結成を提案したことがある。1934年末に発表した敗者の都市は、ナチズムの台頭による平和主義の敗北を扱った小説であり、以後、シャンソンは反ファシズムの運動を積極的に展開し、翌1935年6月に統一社会党、共産党、急新社会党を中心に、 反ファシズム統一戦線として結成された人民戦線を支持するために、同年、作家、文芸評論家のジャンゲーのジャーナリスト、作家のアンドレ・ビオリスともに1935年11月8日、金曜日、バンドルディを創刊した。この新聞は、ロマンドランの抵抗の精神を受け継ぐ新聞として、事実上人民戦線の機関紙となり、従って、 1938年に人民戦線の崩壊と共に廃刊となったが、1935年末の販売部数は10万部に達した。編集長は、ジャーナリストのルイ・マルタン・ショフィエ、主な寄稿者は、シャンソン、ゲイの、ビオリス、ロマン・ロランのほか、哲学者のアラン、作家のルイ・アラゴン、アンドレ・ジット、ジャン・カスーエマニュエル・ボーブ、ウジェーヌ・ダビ、 ルイデューロジェ・マルタン・デューガール、シャルル・フェルディナン・ラミュー、ジュリアン・バンダ、ジャック・マリタン、ジャンジオのアンドレ・ビュール・ムセル、物理学者のイレーヌ・ジョリオ・キュリー、フレデリック・ジョリオ・キュリー、作曲家のダリウス・ミヨー、画家、タピスリー作家のジャンルル・サラであり、1938年11月に、週刊となるまで158号刊行された。一方、 1935年6月にはファシズムから文化を守ることを目的とした第一回文化用語。国際作家会議がアンリ・バルビウス、ロマン・ロラン、マルロー、ジット、ルイ・アラゴンらの提案により、パリで開催され、ソ連のイリア・レンブルグ、イサーク・バーベリ、ドイツのハインリヒマン、ベルトルト・ブレヒト、アンナ・ゼガース、オーストリアのロー・ベルト・ムージル。 英国のオルダス・ハクスリーら約38カ国から320人の文学者が参加した。この会議の概要と主な講演については、バルビウスの世界史や革命作家芸術家協会の機関誌、コミューン誌で報告され、翻訳も文化の用語及び文化の用語から1935年パリ国際作家大会として刊行された。百三十五年版には、 シャンソンの演説、国家的現実に反する国家主義が掲載されている。シャンソンは、人民戦線の会合やデモに、積極的に参加し、1937年7月に、スペインのバレンシア、ついで同年に再びパリで開催された第2回、第3回文化用の国際作家会議にも参加した。シャンソンが住んでいたモントーワンの家の名盤、アンドレ・シャンソン。作家、 アカデミー、フランセーズ会員、レジスタンス運動家。1940年9月から1943年5月まで、ここに住み、ゲーテの部屋と名付けた場所で、自由の日のために執筆する傍ら、アングル美術館に移動、保管した、ルーブル美術館の名作を保護する任務を果たした1939年に、第二次大戦が勃発すると動員され、 ジャンドラトルド・タシニーが指揮する陸軍第五師団参謀本部に配属されたが、翌1940年の独仏、急戦協定締結後に復員。ついで、ドイツ軍の攻撃が始まる前に、国立美術館、博物館の所蔵品をシャンボール城など地方の古城に移動、保管することになり、多数の館長、学芸員が動員された。 リュクサンブール近代美術館の学芸員補佐であった、作家、美術評論家のジャンカスウも、その一人であり、ベルサイユ博物館の学芸員補佐であったシャンソンは、南仏のモントンへの移動、保管を指揮した。シャンソンはこの後も同地に滞在したが、1942年に、ドイツ軍が自由地域の占領を開始すると、再び作品を、他の多くの小規模な古城へ移動することになった。 奇跡の井戸はこの間の体験に基づく小説だが、戦時中はドイツ軍の検閲が厳しかったことから、1945年にようやく刊行された。また、追筆、1940年に書く、及び1944年に書くも、戦後1947年にジャンポーランとドミニク・オーリーが編集した、レジスタンス文学のアンソロジー、祖国は、 日夜作られるに掲載された。本書は、ナチスドイツ占領下で創設された地下出版社、深夜草書から刊行され、翻訳も1951年に刊行された。シャンソンは一方で、ラトルド・タシニーと連絡を取り続け、連絡証校として、今度は、ド独レジスタンス運動を指揮した彼のもとで、南西ブロット圏の牧との連絡を担当。ついで、 アンドレ・マルローと共にアルザス・ロレーヌ・奪還のための戦いに参加した。戦後、ベルサイユ博物館の学芸員に復職した。1946年には、プティパレの学芸員に任命され、戦火を受けた美術館の修復工事の後、ウィーンの財宝展、エドバルド・ムンク展、現代版画展、聖母・マリア展、クールベ展、ペリューの財宝展など大規模な展覧会を、 次々と開催した。1951年にフランスペンクラブの会長に任命され、米国の複数の大学で講演を行うなど、国際的な活動に参加し、さらに、1956年に国際ペンクラブの会長に任命され、同年5月17日、アカデミーフランセーズの会員に選出された。1957年にアジア諸国で、 文学及び生活における東洋と西洋の総合影響と題する第1回ペンクラブ大会を開催し、日本で開催された会議には香港、インドネシア、インド、パキスタン、韓国の作家も参加。シャンソンは川端康成、芹沢ジ次郎らと会談した。1957年に17世紀に創設された地域の歴史、 文化遺産学会にイムアカデミー14世紀に南仏トゥールーズでトルバドゥールの詩人たちが結成したアカデミーでューフロロー及び19世紀にプロバンス語の保護を目的としてフレデリック・ミストラルラによって創設されたフェリブリージュの会員に選出され1959年にはアンドレ・マルロー文化賞により国立公文書館の館長に任命され合わせて 国営テレビラジオ局の理事会員に就任するなど、地域及び国の文化政策において、重要な役割を担うことになった。シャンソンは、晩年、故郷セベンヌ地方を舞台とする、ソーレーサー、コンスタンス島、タイヨン、もしくは白色テロ、カスタネ、エグアルサンのカミザールなどの小説の執筆に、専念した。アンドレシャンソンと、妻、 ルシーの墓1983年11月9日、パリにて83歳で死去。妻ルシーが死去した5ヶ月後のことであった。二人は、故郷セベンヌ地方ガール県バルローグのリュゼットに共に埋葬された。墓石には、シャンソンの人生の標語であったマリー・デュランの言葉、抵抗が刻まれた。その他の方訳、ありがとうございます。